か 4G とかは使えないんですが、カメラとかメモ帳とか録音機能とかは使えるっていうモードです。あまり早く着いたからといっても15分前にピンポンってやっちゃうと、え、今準備してんだけどみたいになっちゃうので、できれば手当たりしてどんどん聞いていかないと、最後作文書いてもらうときにあれだから。外国人労働者の受け入れは本日よろしくお願いいたします。お願いします。まず事業内容を教えてください。
週末、かけて、じっくり、見させていただいて、ね、ペンの方を、入れてあります。そんな皆さんの書いてくれた文章でいけると思ってます。なのですごい頑張ったなと思いました。これはちゃんと取材できてるかな。できたはず。できたはず。